さんお疲れ様です。ハッチョコのエリナです。お願いします。はい、今日はですね、なんでこんな鏡ながら撮っているかというと、今日は私がね、7月に韓国旅行に行った時に買った服を紹介していきたいと思います。ちょっとね、カメラの三脚を伸ばしても私が身長が高いので収まりきらなかったので、ちょっと鏡目で撮っていきたいと思います。はい、それでは見てください。まず1個目こちらです。はい、1個目はもうちょっと着てるんですけど、このワンピースになります。ここがキュッて絞られてて、上がこんな感じになってますね。なんだろう、ちょっとねレトロっぽい感じに見える気がする。ちょっと下も写してみます。こんな感じなんですけど、どこだろうね。私が身長が165センチぐらいあるんですけど、膝は全然隠れる感じです。なんかちょっとレトロっぽいですよね。可愛いと思って。でもちょっとこれ問題点がありまして、なんかね、ここにボタンがついてるんですよ。でもね、なんか片腕だけボタンの穴が開いてなくて、自分でなんかえみたいなって自分でハサミで開けたんですけど、これもちょっと韓国服あるあるですよね。でこの V ネックが多分今めっちゃ流行ってて、韓国でもう V ネック可愛いみたいな感じで買いました。じゃあ次行きます。こちらは2着目のワンピースなんですけど、これも V ネックですね。なんかこれはね、ちょっと結構割と際どいかなっていうぐらいまで開いてるんで、こうちょっと後ろに下げて、あの白いキャミソールを中に着てます。袖はこんな感じでちょっとヒラヒラしてて可愛いです。下もこんな感じでヒラヒラなんですけど、なんかね、中のね裏地が白なんですよ。だからね、結構透けやすいと思うんですけど、今はあの部屋着の黒いショーパン履いてるんですけど、あのね、普通にコンパンっていうの、なんか中に着るやつを着ないと結構危ないかなっていう感じです。こんな感じなんですけど、なんかこの服なんていうんですか、あれっぽい、なんか生活韓服みたいな、韓服あるじゃないですか、韓国のチマチョゴリとか、なんかそれの現代版みたいなのがあるんですけど、すごい可愛いんですけど、なんかそれっぽいなって思って、しかもこの色がめっちゃ可愛くて、もう一目惚れしました。で買いました。はい、次は T シャツ1、2、3、1、2、3、4、5連発ぐらいでいきます。まず最初はこちらです。何の変哲もない、ここにドキュメントって書いてある緑、深緑っぽい T シャツです。こんな感じ。なんかやっぱりね、これ500円ぐらいなんですけど、めっちゃ普通に可愛いんですけどね、やっぱりねシワがねつく、シワがすごい。はい、次いきます。次はこんな感じのボーダーの T シャツになります。ちょっとね、腕が太いからパツパツって感じになっちゃったんですけど、割とぴったりサイズめの T シャツです。なんかデニムとか、デニムのスカートとか黒スカートとかに合わせてきたら可愛いかなと思って買いました。これも500円ぐらいかな、めっちゃ安いです。次はこんな感じの大きめの T シャツです。なんか背中になんか書いてあるけど、特にブランドとかではないですね。これはですね、なんか紫の T シャツを着てる女の子っていうか、女の子だけじゃないけど、街中にめっちゃ紫のこのこんな感じの T シャツと、なんかめっちゃネオンみたいな、ネオンイエローとか黄緑みたいな、絶対この2色流行るじゃんみたいなぐらいみんな着てて、で紫可愛いと思って1000円ぐらいで買いました。ここ丈が、丈っていうか肩のところがこう長くて可愛いです。なんか丈も結構長めなので、結構身長低い人
人とかだったらこれ1枚で着れるのかなって感じです。次行きます。これは LMC って知ってますか？なんか韓国のブランドなんですけど、ストリート系のブランドの T シャツです。これも大きめのサイズになってます。後ろにこんな感じでなんか地球儀みたいな黄緑で書いてあってすごい可愛いです。これは多分ね、男女兼用のサイズで M サイズかな、なんですけどこのぐらいのサイズです。なんか意外と LMC 結構好きなんですけど、韓国行くたびにちょっとね買っちゃいますね。シワシワ、さっきアイロンかけたんですけどね、はあ、次行きます。 T シャツ最後、やばい、着替えすぎて前髪がすごいことになってるんですけど、 T シャツ最後です。このなんか後ろのカーテンと同化してる、同化しそうな感じ、なんかベージュ、ピンクベージュっぽい感じの T シャツなんですけど、これもねちょっとシワシワになっちゃう、可愛いなと思って買いました。なんかこれに合わせたいと思ってベージュのスカートも買ったので、ちょっと今から着ていきたいと思います。このスカートです。なんかここがキュッてなってて下がヒラヒラみたいな、なんていうんですか、マーメイド。でもねこれインするとちょっとお腹が目立ってしまうからちょっと痩せますね、ごめんなさい。このピンクとベージュの組み合わせが可愛いと思って買いました。はいはい、次こちらもスカートなんですけど、こんな感じのスカートなんですけど、裏地が結構ねこの中のやつが短めで、このヒラヒラっていうスカート、シースルーのスカートがかぶさってるみたいな感じです。すごいヒラヒラしてかわいいです。なんか普通に T シャツとかに、カジュアルめな T シャツとかに合わせてもかわいいかなと思って買いました。ここにリボンがついてます。黒だからなんか合わせやすいですよね。最後がこのデニムのスカートです。こんな感じ、ここがカクってなってるやつ、ちょっと足太くて申し訳ないんですけど、こんな感じのスカートで、なんか薄いから色が夏にいいかなと思って買いました。洋服は全部紹介し終わったので、これからファッション系の小物、バッグと靴を紹介していきたいと思います。まずバッグ買ったのがこれとこれです。こんな感じのバッグで、すごい結構ちっちゃいんですけど、ちっちゃいし薄くてなんかあんまり物入んないんですけど、1000円だし、このちっちゃくて可愛いので、あまりなんだろう、物がいらない時に使おうと思って買いました。ともう一個これなんですけど、これも薄くてちっちゃい四角いバッグなんですけど、なんていうんですか、ストリート系の服装の時とかにいいかなと思って買いました。これは結構このここが短くて、この辺にこんな感じなんですけど、すごい可愛いです。1500円ぐらい、マーケット A かな、マーケット A で1500円ぐらいで買いました。ちょっと髪の毛がバサバサになってきた。これ私マーケット A に入った時に見つけたんですけど、なんかどうしよう、あーでもなーと思って値段見てなくて、普通に、まあ、安かったから普通に即決なんですけど、なんか別の人が見てて、あやばいこれは買わないとって思って、もうパッて買ったんですけど、これも普通に多分在庫がめっちゃあるんで、なんかもうそんな焦らなくてもよかったっていう、ちょっとなんかつまらない小話でした。は
次は靴を紹介していきます。靴はこちら、わかりますかね。皆さん多分韓国好きな人多分ね知ってると思うんですけど、フィラのディスラプターっていう靴です。この5つ目のやつ、なんか私はあのギザギザのやつあるじゃないですか、そこがなんかあれもめっちゃ可愛いなって思ったんですけど、結構身長が盛られるんですね、あれ履くと。まあ盛られてもいいんですけど、なんかそんな盛らなくていいんで、実際私はだからこのあんまりギザギザじゃないやつを買いました。でここにネイビーと赤の線が入ってるんですけど、なんかこれはなんだっけ、フォルダーみたいな、韓国の靴屋さんあるの分かりますか。なんかフォルダーっていう靴屋さんがあって、ホンデとかにあるんですけど、これはホンデで買ったんですけど、なんかそのお店とフィラのコラボ商品みたいな感じでラインが入ってるやつを買いました。でなんかすっごいマジでめっちゃ迷ってて、でなんかお店のお兄さんとお姉さんがすごいなんか何サイズ欲しいですかとかめっちゃ話しかけてきてくれて、でなんかもうなんか友達にもすごい聞いて、どうしよう本当にどっちがいいと思うみたいな、あのギザギザの普通のディスラプターと迷ってて、でなんか他にもなんかこのコラボのやつで、ここのネイビーが緑のやつとか、ここがメタリックっぽいやつとか、なんかいろいろ種類があってすっごい迷って、なんかその話しかけてくれたお姉さん、店員のお兄さんとお姉さんに、どれがいいですか選んでくださいみたいな感じで言ったら選んでくれたので、もうすぐ買いました。これでも6000円ぐらいで買えちゃうので結構安いかなって思います。しっかりしてるし可愛い。最後の一品がこちらになります。あのチャンキーヒールのね、四角張ってるヒールのサンダルなんですけど、白でここがねスクエア2みたいなのがめっちゃ欲しくて、でもなんか本当になくてめっちゃ探し回って、本で あの靴屋さん、なんか個人経営みたいな靴屋さんで3500円ぐらいで買ったんですけど、なんかそこのお店のおじさんがすごい優しくて、なんか韓国の靴のサイズちょっとちっちゃめなのかなって思ったんですけど、なんか私普段は 24.5 とか4か 4.5 を履いてるんですけど、なんかあっちの4とか 4.5 とかめっちゃちっちゃくて、みたいな、履けないんだけどみたいな感じで、サイズどれがいいですかとか言って、もうなんかでなんかすごい履かせてくれるんですよ、サンダルを。なんかここのストラップみたいなところを外して、なんかめっちゃ履かせてくれて、なんかすごい歩き回って疲れてたから、もうありがとうございますみたいな、ですごい扇風機を向けてくれたりとか、なんかめっちゃ優しいと思って、おじさんありがとうって感じで買ったサンダルです。これなんかこの形結構今年流行ってますよね。なんか韓国通販とか見ても結構この形見ると思うんですけど、なんかぜひ、まあでも韓国で本当にめっちゃどこ探しても割となかったんで、通販とかで買った方が早いかなって思います。でもめっちゃ可愛いですこれで。なんかこのヒールが太くて四角くて、なんか何センチだろう、5センチぐらいなんですけど、なんか割と私みたいに身長高めな人って10センチとか履いちゃうと割とめっちゃ目立つんですよ。なんか電車とかで本当にでかいみたいな感じになるので、5センチぐらいだったら全然いけると思うので、ぜひ。はい、それでは今全部服と靴とバッグ紹介し終わったので、この辺で終わりたいと思います。なんかすごいめっちゃ着替えたから疲れたんですけど、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。それではこの動画が良かったと思ってくださったら、チャンネル登録と高評価とチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。